さあ、新生前田軍の出陣だ。行くぞ松。刑事、腹を決めろよ。あれ、それって明日じゃ。しまった、ぽっかり完全に日にち間違えてた。悪い、小読みをつけ間違えちゃって。刑事、まったく、それがしが大将の何たるかを。あんた、物騒なもん持ってるね。もし、松姉ちゃん、お説教は後ほどってことで。トシ、松姉ちゃん、それに俺、三人揃えば鬼も逃げるってね。待つ、離れるな。行くぞ。はい、犬千代様。刑事が国王さんになった分、存分に暴れるぞ。刑事、ここは任せて本隊を呼びに行け。トシ、でも。しっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。わかった、任せたよ。まず刑事が戻るまでに場を整えるぞ。はい、刑事の晴れ舞台に花を添えましょう。戦でございます。腹ごしらえして応戦をば。はい、松様。みなぎってきた。くそ、待ってろよみんな、約束は守るぜ。あの陣に置いてきた煮しめ、取り返す頃にはちょうどいい味に染みておりましょう。お主ら、そのようなお呼び越しで戦は務まらぬ。ことは順調に運んでいる、問題はない。トシ、松姉ちゃん大丈夫か。何人たりとも通らせねえぜ。突撃、前田一死したい。織田の属国などではない、安政に息づく一つの国よ。前々から思っていたが、けどは実に扱いやすいな。それがしの思いっきりは日の本一だ。優位に得ます、不利におののかず、それでこそ不足の器だ。それがしに許せぬことがある。まとめてかかってこい。いくらでも平らげるぞ。その動きたるや、書に刻まれていた通りだな。聞いてくれ、トシ。戦なんて後でどうにでもなる。なんという屈辱。おのれ、今に見ておれ。潜りゃ最強、くらえ前田もぐもぐ隊の威力を。おお、槍の股座、ここにあり。戦が終わったらちゃんとごちそうを作りまする。刑事の進む道は、それがしが切り開く。
黒柱を支えるは松目の役目。守れずに引かねばならぬと。いいか、それがしらはお前についていく。何があってもだ。トシ、国主ってこんなか。いや、変わるんだ俺は。松殿は我らの大事な母だ。あとは俺を信じて引いてくれ。大丈夫だ。高らかに舞う。これぞ前田高い高い隊だ。なんだこれは。ここは動物王国か。ただの動物商は一騎当選にございまする。アサゲを食べぬは時に一生の恥になりまする。動物商も松の料理で元気いっぱいにございまする。前田に敵を撃たずに引くとは深く。刑事、皆を導く者はいたずらに心を乱してはなりませんね。分かったよ、松姉ちゃん。遅れて現れといて大丈夫だ。クソ、俺ってやつはよ、随分と好き勝手にやってくれたじゃねえか。一歩一歩に命を感じる。これが国を背負う重みなんだよな、トシ、松姉ちゃん。行くぜみんな。前田軍東大将前田刑事、マカリトール。前田突撃アルノミ隊、おかわり隊と共に到着。刑事大将、まだまだ援軍が駆けつけてますぜ。あいつ、うちの大将と互角か。いや、あるいは。さあ、俺と一緒に行こう。一杯やりながらじいちゃんのことを語り合おう。それがしが盆栽かどうか、その身で確かめるがよい。長き風来の旅が若殿を育てるのであろうな。つい戦の手を止め、見とれてしまいまする。もっとかぶいた俺が見たいのかい。どうだね、風魔は。思うところを聞かせてくれたまえ。瞬く間に命の灯火が消えていた。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。聞こえた気がするんだ、ネネの願いが。ケイクサーできねえ。こちとら国を背負ってんだ。それでかぶいたつもりかい。険しい面持ちだな。私の所領が許せないか。風は止められぬだろう。息が詰まってしまうからね。ここで花を。